立川楽長は、日本の落語家で、内海氏。落語立川流所属。笑いと健康学会理事、日本ペンクラブ会員。渡辺エンターテンメント所属。長野県飯田市生まれ。整形高等学校を経て、1979年、京林大学医学部卒業。慶応義塾大学医学部内科学教室へ入局。慶応健康相談センター委長を務める。 学位論文は脳血管障害における LDL コレステロール代謝の異常について学生時代には落語研究会に所属卒業してからも医師の仕事の傍ら OB 会などで落語と関わっていた1998年44歳の時に立川志楽の客分の弟子となる2000年3月46歳でプロの落語家として 立川志楽くに正式に入門した。前座名、楽長。以後、落語家と医師の二足のわらじを続ける。2004年4月、に詰め昇進。2007年、2008年、2011年と、新内昇進トライアルに挑戦するが、大師匠にあたる男子と師匠の心志楽くから、昇進の許可をもらうことはできなかった。2015年4月、落語立川流 新内トライアルにて、立川シララ、立川旦那、潜水艇金魚、立川楽里ととともに、新内昇進決定。同年10月、新内に昇進した。2021年2月頃から病気で療養していたが5月2日に死去。67歳つ。ありがとうございます。